ちは。こんにちは、さゆざこさん、はい。今シーズンオフメジャーに挑戦するしたいという、はい、まあ、投手が2名現れました。まあ2名で済むのかね。いや、もうちょっと出てきそう、まあ、これから出てくる可能性もあるけど、ね、はい。まずは巨人の菅野投手、もう正式に本人の、ね、口からも話されて、まあかっこいいよな、生き方がな、優勝させて、はい、もうさせてって言ってもいいと思うんだよ、うん、まあ、最多勝、最高勝率、はい、2冠に輝きみたいなね、うん、で見事に復活して、はい、で夢を叶えるという、うん、もうお金じゃないと思うんだよね。そうですね、だからまあ何十億とか何百億とか、うん、まあ、いろんな契約があるだろうけども、はい、まあ、そんなに菅野は多分望んでないと思うんだよ、うん、やっぱ経験をしたいというね、はい、ああいう舞台を知りたいという、うん、なんかそれが伝わってくるしさ、はい、うん、だから本当に純粋に応援したいよね。あ、もう行ってらっしゃいって、ね、うん、やっと行けるねっていうような。本当ですよな、はい、だから前回の時はコロナか、そうです、2020年だったので、まあ、そうだな、だから、うん、まあ、そういうことで行きづらい環境があったりだとか、契約がね、うまく結べなかったりだとか、飛び上までしてたんですよね、まあ、そうだね、まあ、そういうことがあったけども、はい、やっぱこの年でまた新たに挑戦していくっていうのは、うん、もう応援しかないよ、うん、これ4年間やっぱりずっと夢は持ち続けていたんですかね。まあそうだね、うん、まあ、ただ自分の実力を測るために今年また頑張ってみようみたいな、うん、はい、まあ、そういうことで成績が出たんで、うん、夢がどんどん膨らんでいったというふうには思うけどもね、うん、これが成績が上がらないで巨人が優勝もできないでってなると、やっぱこういうことにはならなかったと思うけども、うん、やっぱり一応の責任をね、はい、まあ果たしてみたいな、だからもう本当に応援しかないし、うん、もう本当にもう行ってこいよみたいな応援してあげたいよね。いや、そうです、なんかやっぱね、キャンプ行っただけでも違うもん、うん、メジャーは違う、環境の良さというか、はい、それは違う、まあ厳しいよ、はい、日本よりももっと厳しい世界に、まあ、なってくるけども、うん、でも環境だけは整えてくれてるよな。そうですよね、だからその環境を知るだけでもいいし、うん、もちろん活躍をしてほしいけど、うん、本当にね、拍手して送りたいぐらいだよな。そうですよね、だから前回はあれは4年前なので31歳、今年35歳、はいはい、年齢的にはやっぱりそのネットのでね、書き込む方は年齢的に厳しいんじゃないかとか。いや、もう厳しいのは本人も承知だよ、うん、承知の助だよ。そうですね、承知の助ですね、うん、本当に。いや、だからだけどやっぱそこをやっぱしっかり経験したい、見てきたい、うん、これはね本当にいいよ、言っといでみたいな、そんな感じだよね、うん、なんかあの人生後悔したくないっていうことが、まあそうだね、ね、思いが強いでしょうね、絶対そうだよ、うん、でね、まあ、本当にあのコロナが余計だったっていうような、そうでしたね、まあ、だけどやっぱ今年復活して、はい、この年で新たに挑戦、うん、立派じゃない。そうですね、で FM を使っ て、そうそうです、そうです、うん、だからわがままで行くわけじゃないし、はい、まあ、権利を行使してね、うん、やっぱり立派な成績を上げていこうとしてるわけだから、はい、これはもうみんなに応援してほしいなと思うよね。本当そう思います、ね、あとあの阿部監督も監督としてはやっぱりね、いなくなるのは戦力が抜けるから辛いけど、 そうだよ、やっぱり一個人としては頑張って挑戦してほしいっていうことも話されてたので、うん、まあ、そりゃそうだな、うん、夢っていうのはみんなあの同僚は分かってたことですしね、菅野投手の夢は、うん、そうだね、うん、まだまだできそうだしな。そうですよね、ただ心配なのが小林選手が無職になっちゃうんじゃないかっていうのをみんな心配していて、そんなことはないよ大丈夫ですかね。いや、大事なところはやっぱ小林だって。大丈夫ですか。大丈夫だよ。一緒にニコイチでセットでどうですか。それも面白いよね。はい、絶対に俺の時はこの小林という星で行きたいんですよみたいな。面白い、ニコイチで売り出す。まあだけどやっぱジャイアンツにとって、はい、まあ岸田っていうね星が育ってき、はい、まあ大城もこう我慢しながら、うん、ね、やって、うん、で小林がいるといないで全然違うから、はい、やっぱりね菅野が抜けたからって、うん、それはやっぱり菅野の専属っていうのは
それは大きかったと思うけども、はい、他に被る機会がいくらでもあるよ。いくらでもあるよ。他のピッチャーたちと、あるある。若手をね育てるのに、そうですね。ね、ちょうど小林頼むとかね、はい、言われる可能性だってあるし、その小林の力はね、今年示したように、まだまだ捨てたもんじゃないよ。あ、良かったです。いや本当。この YouTube 動画では応援していきましょうね。いやもちろんそうだよ。なんかあえて活躍すると取り上げる機会が少なくなったと。そう。逆にな確かにそうですね逆にもうねそう、うん、そう確かにそうでしたね去年までと寂しかったなそうですね今年はまあまあだけど本当にあの改めていいキャッチャーだって思うよなそうですねやっぱこう菅野もしっかり小林を立ててね、やってたし、はい、やっぱ2人の関係性っていうのはやっぱ素晴らしいバッテリーだなって思うよねそうですね、で先ほど豊さん承知のスケよという、はい、出ましたけどワードがスケといえば小笠原投手がそれ新之助って言えよそのスケが被ってこないじゃん小笠原新之助投手がそうな、はい、ポスティングを利用して、メジャーへの挑戦を希望ということでここからは球団とのまたさらに話し合いで球団が OK したら行くという形にどうやらなるようなんですけれども、まあ、ああいう記事の出方っていうのは、流れ的には OK するのかなと思うけども、はい大丈夫かなと思うんだよね、今年の成績で防御率も3点台で今年4勝5勝とかですよね、負けの数の方がちょっと多い形で今シーズンはいつもの小笠原投手という感じではなかった、ね、5勝、はいまあ、援護点がなかったとかね、まあ、そういうこともあるけど援護点もらったら逆に調子が悪かったとかさ ありましたね、まあ、もう絡みが悪かったんだけども、はい、そうだなあ今永とどうしても比べちゃうんだよね小笠原をね、はい、で今永があれだけの活躍ができた、じゃあ小笠原どうなのかなっていうことを思うと、はい、ちょっと今年の成績では疑問が残るけどもね、そうですね、やっぱでもメジャーは見てるとこが違うかもわからないしな未知の部分を引き出しができるんじゃないかっていうようなまあ、そんな感じで思ってるのかもわからないし、はい、まあよくわからんなそうですねでまあ向こうのもう代理人の方とも契約したっていうのが出たので、まあ まあ、その代理人の方はねやっぱり高額でどこかにっていうのがそれは若いからね、はい、あるので、やっぱりそのいいシーンだったりをやっぱりこうビデオにまとめていろんなところにまあセールというか売り込むっていう形になってくると思うんですけどやっぱりファンの間でも今年の成績だと大丈夫かなって心配する声ももちろんあるはありましたね、まあだけどなんて言うんだろうな持ってるポテンシャルだとか、まあ、彼のコントロールだよね、はい、だからもう本当に打てないからムキになったりだとか点取ってくれないからもう本当に四隅をつくような苦しいピッチングがあったけども、まあ、彼は本来持ってるコントロールを、まあ、しっかり表現できれば、実際試合でできれば、まあ、そんなには打たれないと思うけどね、まあ、今永投手はやはりその高めをこう浮くようなあの高めを利用してやっぱり今シーズン非常にいい成績残したということは小笠原投手もどういうふうにすれば成功やっぱり、ね、今永のやっぱ少し早いよね小笠原よりあいやだから高めが効くけどでも小笠原が高めこれやってみなきゃわからないけどもさ、うん、高め行った時はなんかちょっと打たれそうな気がするよなそうかそういうあれもあるんですねだからやっぱり低めに抜くとか、うん、落とすとか、はい、そういう球がやっぱこう必要というか、うん、主流にはなってくると思うけどね、うん、主体になってくるというか自分を支えるためにね、はい、であとはやっぱまっすぐの精度うん、だからそこを高めにいったらカツンといかれそうな気がするそうかそのスピードというか若干遅い分ということですよね、まあ、だからまあ今永に慣れてきてるバッターたちっていうのは、はい、やっぱ高めを狙って打ちに来るケースもあったからね中にね、はいうん、だからあれなんでホームランになったやったんだろうっていうような、うん、今永が戸惑うシーンもあったけども、はいまあ、小笠原も、まあ、賢い選手だと思うから、うん、だからそこら辺はこう投げながら感じながらやっていけるとは思うけどね、はいうんなるほどまあ、ね菅野投手はもう挑戦しますというふうに断言されてましたし、はい、小笠原投手は、まあ、球団から OK が出れば、まあ、ポスティング OK が出ればということになりますし、うん、あと村上選手はライオフっていうふうなことをもう、ね、言ってましたのでもうみんなもう計画的に行くね行きますね何なんだろうね日本の野球界ってもう計画的に皆さんこう
ね、考えてるんですよ、人生設計を大谷投手のように、大谷選手のようにしてるんだなって。岡本選手は行くのかなっていうのは巨人ファンはすごく注目してますね今。まあそうだな、はい、何にも情報出てこないので。岡本はやっぱり賢いな、あの子は我慢できるね、あ我慢強い、あの子は今年の戦いぶりを見てですか。いやいや、やっぱり日本一を取りに行くために今準備してるから、そんなこと言ってる場合じゃないとかね、やっぱ自分にしっかり線引きをしてるというかさ、やっぱこう終わってからの話なんじゃないの。そうですね、彼は、まあ、菅野投手も本来終わってからだったところがやっぱりちょっと記事に先に出てしまったので話さざるを得なくなってしまったっていうのは本人はおっしゃってたんで、まあ、なんですね、これは岡田監督に対抗してんじゃないかなと。監督、いや岡田監督は退任すると、そこで一つになるんじゃないか、ね、菅野は日本一を手土産にみたいな。なるほど なんかね、そういうことを、これで岡本が乗っかったらなんだお前来年からどうなんだよみたいな俺らはみたいになっちゃうから、はい、そこだから我慢強いなって。なるほど、まあ、でも岡本も行きたいのは行きたいんだと思うよ、だからまあそれを容認してくれるかどうかだよね。そうですよね、まあね、まだ他に今シーズンオフ行きたいと、ポスティングだったりとか行きたいです FA でっていう選手が出てくるのか、はいはい、出てき次第また YouTube で取り上げたいと思います、はい。